こんな感じか。真ん中から入れます。60代のおじいちゃん。来ます来ます。第一世代がやっぱ60代のですよね。イメダブーム作ったのは。セレブでこれあれですか。お水を飲んでって感じ。このミラーがまたいいですよね。うわ、なんか全て懐かしいぞ。あのワンちゃんは今日向ぼっち世界ちょっとぐらい、そうですね。ぜひお越しいただけたらと思います。なんかテジューさん最後なんかメッセージがありましたね。お願いします。古民家ではないんですけど、うんうん、こんな感じのゲームショップなんですけど、はい、もしよかったらですね、ちょっと高千穂ちょっと遠いと思うんですけども、機会があればぜひ来てみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。OK、完璧。今ので8分50秒。もうそれとも取材です。ああ、なるほど。YouTuber でちゃんとあの割れやすいな。あ、芸人がプロで。なるほどね。食べ一番後輩。こっちも開いてるんですよね。今ね、ちょっとファミコンちょっとぐちゃぐちゃなんで。ほう。こっちレコードコーナーみたいな。え？あれ飾りで。飾りなんや。ゲームみたいな感じで。屋根裏部屋が、もともと多分屋根裏部屋にしようとしてたんじゃないかなと。でも時代になってもう使わないじゃないですか。そうやね。そこにそこぐらいの。